好，我直接休了两个礼拜耶，我真的觉得。我这个是逼不得已的，姐姐。你不要拿这事情开玩笑啊！いや、いくらなんでもやりすぎっすね。今さら何？虽然大家都很想休息。あ、その通り。还是别开玩笑。俺たちはこの先ももっともっと魔法炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。你兴奋成那样子，我怕。だよ。覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。はっ！上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事。玩到后面了，你还要只你还你 还要只能玩他的地方啊？まとめて俺に送らせろ。就你后面很多。で、リーダー、どうするよ？他逼你用他会才会比较好打。对啊，真的。八番街ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は？アジトに帰るまで作戦だ。トントン、これソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる、助けてもらったお礼。仕事のうちだ、礼はいらない。いいからいいから、おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。倒れる前にちゃんと使ってね。それからこっちは新入君の度胸をたたえて、スリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。
瓦礫を越えられるよ。我们不收集两个。不是，我已经很后面了。但是第九章只收两集。就要打完才能集。想说前面都集到了。后来挤游戏挤得太顺了，就你是遗憾杀回他不能跳章节。哦。駅は無事か。巴雷特是坦是不是啊？算是。啊，那我记得应该给他学自动防御。まさか、どうして？好的，你是用原本的大剑吗？还是有换啊？我都有换，就，这个练完就练完，我就会换回去，因为原本那把攻击比较高。对啊，原本那把好像比较高。对。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えていると。
我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は私自身の死よりも耐え難いなあ、クラウド。力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔法に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。不，他要去休息。晚上要玩。好吧。不。小龙的声音太远了吧？駅に行きたいの？そこの路地を抜けた先の建物の屋上を通り抜ければいいわ。簡単に言うなよ。もう逃げられない。こっちは無理だな。駅に行かないと。早く。水分さ。落ちてきて。上から。およそその高架下から監視命令が発令されました。予想以上か。まだ立てそうにないか。知り合いが働いてるの。こちらは神羅カンパニー被災策本部です。八番街の高速道路およびその高架下からの最終命令が発令されました。おもちゃ取ってきていい？ダメ、ここにいて。後で取りに帰ってくれるよね。じゃないと安心できないわ。
好可爱哟、哦，小鹿奇鸟。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ。お花、どうぞ。お、花？うん。お礼、追い払って。助けてくれた。何の話だ。じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。哎，是不是？大家的梦中情人吗？いらない。まあまあ、そんなこと言わないで。本物のお花、貴重なんだよ。彼女さんにあげたら喜ぶこと間違いなし。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。嘲笑吧。花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔鉱炉が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。地面に置け。ゆっくり。結果だ。ダメダメ、見つけたぞ。こちら8番台キュービ4班、報告の男を発見。ゾエも飛ぶ。こちら8番台キュービ4班。ダメだ。終わったな。抵抗はよせ。来い。逃がすな。覚悟はいい。
終わりだ。ここまで。いや大丈夫。まあいい。攻めるぞ。ここで仕掛ける。やってやる。揺さぶっていく。ターゲットを発見。繰り返し。ターゲットを発見。戦闘員、降下準備開始。今だ。集中していく。ここまで。終わりだ。よし。じゃあ、効果準備完了。
ターゲットは住宅街を進行中。道路封鎖と動員を急げ。睡一下吧。舍不得睡。没办法呀，哎呀。進むぞ。
せやがって。
敵の守りだ。クラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし、見ただろ。ソルジャーってのは、やっぱりただもんじゃない。うん。本気で誘わない？いっさじゃねえか。あ、何してやがったんだ。あ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を息から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。待て、一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器。ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。8番街ステーション発、到着までに戦闘車両に集合。7番街駅、この列車は1番マコーロ爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑をおかけします。星を守るためなんて嘘よね。もう世の終わりだ。スラムは無事かな。一百块就够了。聞いていいか、あんた、ああいう状況には。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。何か用なの？そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。ウータイがカラウドを向かって
クラウド、SOS。 魔航路がなけりゃ俺らも困る。クラウド、SOS。 ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。気化した魔航が誘爆を起こした、そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、魔航路はそんなこと想定内じゃない。見えない敵がいるって言ってたよね。ああ、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないのよ。クラウド、聞いてくれてありがとう。魔航路を爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。神羅にたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前は、てめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列社員の戦い方だ。意義なし。これぞ新列魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。行きましょう。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地。その上に整備されたピカピカの都市。魔航路で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。まもなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、懲罰。私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心して。ね、腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ。あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。
け。自分は強いって自覚があるならもうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。比较好好看一点。对啊。みんなこの列車と同じ。爸爸的样子。仕掛けたルールには逆らえないんだ。球球，你们家的狗狗。因为你玩得太爽了，完全忽略他了。よっしゃあ、よし、全員無事帰還、作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん、お前らピーヒャラ喋るんじゃねえ、捕まるぞ。やべ。うん、次の作戦まで自由行動、最高にうまいもんでも食っとけ。アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。6点で、不是要睡觉了。明天下班可以继续玩。对啊，他可以随时记录。本日の列車の。犯人って神羅はまばらない。すごかったんだぞ。スラムバーガー、プロビリオンマシマシで。一緒に温かいスープはどうだい。疲れた体にしみるぜ。それもお願い。本日の列車の運行は終了しました。今後の列車の運行については、マコーロ壊れちゃったんだ。一番マコーロ爆破に伴う臨時列車の運行は終了しています。ねえ、どっかでや。職場は無事か。心配させやがって。不吉なこと。ここ警備する必要あんのかな。マコーロは帰る。職場は無事か。本日の列車の運行は終了。駅前揚げたせ。買うなら買いたい。どうした。犯人神羅はあまらん。プレートとスラムの差があるの。爆破の犯人を探して町中に軍がうようよいてさ。マコーロ八番街、瓦礫で道が塞がっちまったよ。魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんたどうした。魔鋼中毒かよ。可以啊。またあいつか。
すまみれ粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー、俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。嘘ばっかり。なかなか様になってきた。修理の腕上がったな。いつか店を持って故郷の両親をミッドガルに呼ぶのが夢なんです。夢くらいは自由に見ねえとな。근데야 쏘이래